どうも、ショクです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。荷物が重いとストレスなんですよなので僕はいかに普段持ち歩くものを軽くしていくかっていうのをなんかいろいろブラッシュアップをしています。カバン自身を軽くコンパクトにしてみたり、あとは中身を入れ替えて、やりたいことは変えずにでも装備を軽くしていくっていったことを、日々研究してます。研究というか、なんかそうやって日々どうしようかな、あれこれいいな、いいかもって考えるのがなんか趣味であり、そう毎日楽しみなんですよね。そうで、前回ですね、バッツインマイバッグエブリデイキャリー紹介しましたけども、そこからまたちょっと変わったのかなっていうふうに思いますので、そう今回はその随時更新版ということで、ミニマリズムなライフスタイルを送っている僕が、今どんな装備をしているのかっていうのを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずこのカバンの紹介からしていきたいと思います。こちらですね、エースさんというメーカーから出ているガジェタブルビジネスバッグっていう、確かそんな名前だったと思います。サイズは9リットルというふうになってます。で、これはですね、ものすごいちっちゃいんですけども、収納がめちゃくちゃ多いんです。こういったところだったり、こういったところだったり、こんなところにもカバンが収納スペースがあります。で、なんでかっていうと、一応これはビジネスリュックなんです。なのでちょっと見た目、こういった表面のところがこうちょっと上質な、まあ、レザーじゃないんですけども、こういう質感になってます。そうなので、ビジネスシーンでももちろん使えますし、普段使いにも硬くなりすぎない、そんなデザインなんですよね。そうなので僕はすごい気に入ってこれを使ってます。で、このこっちの方に行くとですね、こういうのがあります。これはですね、ピークデザインさんから出ているキャプチャーって呼ばれるものです。で、このプレートがあるんですけども、このプレートにカメラをこう取り付けまして、で、ここにはめるっていうやつです。で、普段僕はですね、このカバンの中にそのカメラを収納していたんです。でもそれだとやっぱシャッターチャンス逃しちゃうんですよね。なので、もうここに取り付けて、あ、撮影したいなってなった時にここを押してさっと取り出せるっていう、この速さがもう最高に気に入っていて、なので僕は常時ですね、ここに取り付けてます。はい、で、よいしょ、早速どんどん中身を見ていきたいんですけど、このまず正面のところには何も入っていません。はい、で、こっちの横ですね、ここにも収納スペースがあるんですけども、ここにはですね、こういうカードケース、これが入ってます。はい、カードケースが入ってます。うん、カードに関しては主に仕事で使っている、口座だったりカードとか、あとはその身分証明書みたいなのが入ってます。そう、これすごいちっちゃいんですよね。 iPhone7 なんですけども、この iPhone7 の画面 4.7 インチにぴったり収まるかなっていうぐらい、すごいちっちゃいんです。表面もホワホワしててすごい気に入ってるんです。そう、ブランド名はですね、HNMI さん、ハンミーさんっていうところですかね。はい、で買いました。で、まあここは以上で、次こちらなんですけども、こちらはですね、このまずスマホ iPhone が入っていて、あともう一つはこの鍵が入っています。はい、ちょっとあまり全容を見せしてしまうとまずいので、はい、ここに鍵が入っています。でもそれ以外は何も入ってません。ということで、次の段階ですね、こちらの、よいしょ、はい、次にですね、こちらこう開けると、こうやってバコーンって開くわけなんですけども、ここにはちょっといろいろ入ってます。まずこちらのスペースにはこの AirPods ですね、 AirPods が入っていて、あとはそのカメラの予備バッテリーなんかもここに入っています。そうで、次こちらですね、リップクリームも入ってます。このリップクリーム、ニベアさんのやつなんですけども、特にこだわりはありません。僕すごい唇乾きやすいんですよね。そうで、こちらのスペースにはこれが入ってます。そう、iWalk さんから出ているモバイルバッテリーですね。そう、これは iPhone をこうやって挿して使うやつですね。はい、これで使います。
以前はこういうでっかいやつを使ってたんですけども、これは防災バッグの中に今は入れてます。で最近持ち歩いてるのはこの iWalk さんっていうやつですね。もうこの軽いやつを持ち運んでます。容量が 4500mAh あるんですけども、これで十分1日持ってくれます。もうこの iPhone7 のバッテリーへたっちゃってるんですけども、この 4500mAh のやつがあれば1日持ってくれるということで、これはもう僕にとっては欠かせないアイテムです。あとここにあるのがお財布なんですけども、このお財布はこの横にあるこのスペースから取り外します。はい、こちらですね。財布はお金の家ということで、まあ、お金がゆっくり休んでもらえるようにですね、こうやって中身はちょっときれいにして、まあ、ゆったり過ごせるような財布にしてるという感じですね。科学的な根拠は一切ないので、もう単純に気持ちの問題なので、まあ、信じるか信じないかはあなた次第っていう感じなんですけども、この財布を使ってます。であとはないですね。はい、もう他にもいろいろこういったところにも あるんですけども収納スペースがあったりするんですけども、うん、あとはないですね。はい、ということで、じゃあ次の層、またここにも収納スペースがありまして、こうやってベーンって広がるんですよ。そう、これだけの収納スペースがあって、めちゃくちゃ整理整頓がしやすい。これやっぱりビジネスリュックサック、ビジネスバッグの利点かなというふうに思いますね。で、この最後の後ろになるんですけども、これが入っています。はい、これはですね、アップル製のワイヤレスキーボードです。そうで、ショッピーさん、なんでこのキーボードを持ってるんですかってことなんですけど、僕最近外にパソコンっていうのを持ち歩いてないんです。そう、パソコンってあのちょっとちらっと見えるかもしれないですけども、あのデスクトップなんで持ち運びようがないんですね。そうで、まあ、あのタブレットだったりノートパソコンも今手元にないんです。そうなので、外に行くときはなるべく仕事はしないんですけども、スマホで連絡をしたり、スマホで調べ物をしたり、ちょっとメモしたりしてるんですけども、やっぱ小さい画面なんですごいやりづらいんですよね。もっと早く入力をしたい、もっと早く返信をバババって返したいみたいな時もあるんで、そうなった時にこの、キーボードがあれば全然その速さ、スピード、効率が違うんですよね。ちょっと荷物は増えるんですけども、でもこれがあることでかなりその時間を節約できるというので、僕はこれをキーボードを持ってですね、でカフェに行ってなんか連絡をしたいなってなった時はこうやってセットして、でこれでパチパチとやってます。ということで、これが最近僕が普段持ち歩いているカバンの中身になります。ちょっと細々したものが多いっていう感じですね。まあでも外でなんかやりたいこと、連絡したりとか人に会ったりとか、なんか仕入れ先に商談に行ったりとかっていうことは引き続きできているわけなので、なのでやることは変えずに、でも装備を身軽にということで、今現段階ではこういう感じになってます。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。そう、まあ、あくまでもこれは随時更新で現段階での中身なので、まだまだこれからいろんな、なんでしょう、アイディア商品とか出てきたらそれを試したいなっていう気持ちにもなりますし、そうなので、また中身がある程度入れ替わった段階でシェアをさせていただきますので、それも楽しみにしてくれたらなと思います。あとはなんかこの動画を見て、もうちょっとこの部分もっといいアイテムありますよとか、そういったものがあったらですね、ぜひコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。はい、僕もまだまだこれが完成形だとは思っていないので、そのまだまだ皆さんのなんか知恵とかお借りできたらと思います。はい、ということで、今回はその最近僕の、が持ち歩いている革の中身っていうのを紹介してみました。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。